しい。スリーゴールゴーキンゴーキン。これよりボールインスペクションを行います。両チーム選手の皆様はウォーミングアップ中。前節も負けてしまって、今回も負けて、で、今ふと2022年振り返った時にやっぱり僕自身、悔しい思いも本当にいっぱいあって、きっとそれって今こういう状況に置かれていることをすごい意味があると思います。明日また試合があるのでしっかり振り返って、で2023年の、自分たちらしく誠意を持ってしっかりプレーしていきたいと思いますので、また、新年からも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
リッピン選手、マキ選手、イモム選手、頑張ってください。ゴーキン。今日は勝つぞ。皆さん、明けましておめでとうございます。東京さんは本当に強かったです。まあ、自分たちだけでは本当に簡単に勝てなくて、本当に皆さんの応援、もう後ろからずっとサポートしてくれる、僕たちをサポートしてくれることですごく心強く最後まで戦うことができました。本当に僕たちまだまだ上位に勝ったり、下位のチームに負けたりします。まだまだ、強いチームではないです。ただ、今シーズン、優勝するためには、この茨の道を通りながら、自分たちは進んでいきたいと思ってます。これから、まだまだ、茨の道、あると思いますが、一生懸命進んでいってください。今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。昨日の悔しい敗戦を、しっかりと、選手、まあ、スタッフ含めて、誰かに戦争ではなく、やっぱり自分たちの目標に向けて、修正したからこそ、今日の勝利があったと思いますし、1月1日、今日元旦という日に、まあ、アルバルク東京さんのファンも含めて、この沖縄アリーナに、皆さん来てくれたからこそこういう試合ができたと思っています。2013年
また自分たちの目標に向かって、引き続き、頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。小野寺さん、お疲れ様です。あ、お疲れ。明けましておめでとうございます。いつも皆さんのエールがあって、エールって何？頑張れてます。高校生みたいな。よろしくお願いします。優勝しましょう。皆さん、明けましておめでとうございます。簡単からわざわざありがとうございます。正直僕は家にいたかったですけど、皆さんが来てくれたおかげで楽しくバスケット、そして勝つことができました。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうですね、まあ、新年一発目かけて良かったです。ケータに関しては今年の、多分今日で使っちゃったと思うので、次は僕が超ロングシュート決めたいと思います。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。